はい、皆様こんにちは。アガルートアカデミー専任講師の富川と申します。今回は、民事訴訟法重要問題とその解法というこの演習書に関する、解析講座を取りましたので、その講座に関するガイダンスを簡単にさせていただければと思います。まず形式面ですが、この問題集22問ありますが、その中から12問ピックアップしています。なので、全問解説というわけではありません。私がちょっと理解が難しいなとか、あとこれは試験で出されてもおかしくない問題意識だなっていうのが書かれている、問題を、12問ピックアップさせていただきましたということになっています。で、講義の構成ですが、基本的にはレジュメと、回答例が、ついているので、それに沿った解説ということになっております。このあたりまでが形式面で、実質的にこの講義をどういう人に見てほしいかっていうところなんですが、自分自身はこの12問ピックアップするときに、どういう観点で選んだかっていうと、まあ、さっき言った出やすいとか出たら面白そうっていうところをもちろん重視したところはあるんですが、民事訴訟法って教科書的に読んだら、まあ、なんとなく言ってることはわかるけど、これどう整理したらいいんだとか、どういうふうに答案に落とし込めばいいんだみたいな、そういう問題っても結構あるんじゃないかなと思ってるんですよね。それが他の科目よりも多いかなと思っています。で、自分的に、整理が難しいなと思っていた、例えば、将来給付の訴えに関する、大阪空港事件の3つの要件、この関係ってどうなってるんとか、例えばあとは確認の訴えの確認対象の適否と食事確定の利益の関係ってどう整理すればいいのかとか、あとは、釈明の問題とかで、結局釈明権と釈明義務との関係って、どういう関係なのか、言い換えると、釈明権って理解はできてるけどどういう場合に違法になるのかっていう話とかが、なかなか教科書的にふんふんと分かっても、試験としての答案まではなかなか落とし込めないんじゃないかなと思っていました。なのでそういう理論的に立ち入っていくと、なかなか正解が導き出せないような部分について、まあ一応これぐらいの整理さえできていれば試験的には大丈夫なんじゃないかなっていうところを、自分なりに整理して答案化してみたというようなイメージの講座になっています。なので、まあ、今言ったような論点についての理解がちょっとできにくいなという人とか、まあこの問題集を使っていて、答案例がついてないからこの問題集答案化するんだったらどんな風になるんだろうということを思っている人には向いているのかなと思います。ただ、まあなかなか12問だけですので網羅的に検討できているわけでもないので、ピックアップした問題番号とその問題がどういうテーマなのかっていうのはホームページの講座の紹介に書いてあるかなと思うので、いやこの論点よく分かんなかったんだよなみたいなのがある人はそれ狙いで買ってもらってもいいのかなと思います。まあなかなか自分自身が満足いく解説をできてるかっていうと、まあ、めちゃくちゃ自信があるってわけではもちろんないんですけど、一つの整理としてあり得る筋は示せたかなと思いますので、まあ、なんていうかこう処理に困っている論点とかがある人についてはぜひ、一度この講座検討していただければいいのかなと思います。それでは、この民事訴訟法重要問題とその解法の、解析講座に関するガイダンスを終わりたいと思います。